この番組は住友不動産グループとご覧のスポンサーの提供でお送りします。昔、犬は狼の仲間であった。だがいつの頃か人間と共に住み、助け合い、信頼し合い、苦楽を共にする一族が現れた。それが犬の始まりであった。狼の持つ類稀な愛を犬は人間に向けた。ここに一人の少女と二匹の犬がいる。犬は荒野を駆け、海を渡り、太陽に向かって走り続ける。愛する少女のもとへ。その犬の名はナナとリョウ。鳥取県大山で麻薬組織の秘密を知った江藤は、愛犬ナナの首輪のペンダントにその秘密を隠し、凶弾に倒れた。ナナは帰巣本能のままに東京へ向かった。江藤の娘久美は子犬のリョウを連れナナを探した。ナナとリョウは再会し、苦難の末飛騨高山から稲地に向かったが、中央アルプスで麻薬組織の男たちに撃たれ、ナナは傷ついた。ナナは南アルプス山中でその短い命を終えた。首輪は居合わせた営林署員大瀬の手でナナから寮に受け継がれた。だが野犬の群れに身を投じた寮は、次第に人間との心の絆を失っていった。その頃東京でも江藤一家は家を売り払い、新しいアパートへ引っ越していった。そして一年の歳月が流れた。クミ、ここよ。そろそろ帰ろっか。お腹空いてきちゃった。ねえ、今夜何作る？あ、シチューだけど。あ、決まり。じゃあさ、買い物していこう。何買えばいいの？料理はクミにお任せ。森の中、森の中、まさに、出会った、出会った、ぬくもりの道、まさに出会った。おにげなさい、さこらさんさっさのさ、さこらさんさっさのさ、ところがところがのさんが。ありがとう。
このボスはあれから1年、すっかり聖剣となった亮であった。犬は最初の1年で18歳、以後1年に4歳ずつ年を取るから、今の亮は20歳の若者と言っていい。1年前、南アルプス山麓を追われた野犬集団は新しい天地を求めて八ヶ岳山麓に移動していた。子犬の亮を育てたのは先代のボスの妻クロである。亮は懐かしい匂いを嗅いでいた。宝物のように心の奥深くそっと抱きしめ続けた匂いであった。だがそれが何なのか亮には分からなかった。一年の歳月のうちに亮の幼い頃の記憶は消えていた。でもさ、野犬たちに襲われて怪我一つなかったっていうのは不幸中の幸いだよ。私、野犬が組に飛びかかった時もうダメだと思った。私だってショックだった。もう目の前真っ暗だってさ、犬には自信あったんだもん。そうよ、組学校の帰りでもどんな野良犬だっておいでおいでって手出しちゃうもんね。野犬たちを波の犬と思っちゃいけないよ。あいつたちはね、人間を敵だと思ってんだから。駐在さんに知らせとく。おばさん、いいんです、怪我もしてないんだし。そういうわけにいかないよ。だって野犬被害は駐在さんに届けるようにって言われてる。それにね、町でも野犬を捕獲するっていう話もあるの。おばさん、本当にいいんです。だって私が後で駐在さんに怒られるもの。組のところに犬いたでしょ、奈々ちゃんに寮。うん、どうしたの？今いないじゃない。死んじゃった。2匹とも。亮はね、ひょっとしたら。ダメよ、死んじゃったのよきっと、南アルプスで。このハンカチからも懐かしい匂いがした。宝物の匂いであった。だが寮に幼い頃の記憶は戻らなかった。ねえ、明日帰らない？なんだか怖くなっちゃったよ私。うん、どうせいられてもあと1日だもんね。あ、ねえ、帰るんならさ、朝出て川口湖寄っていかない？ちょっと寄り道するだけだもん。決まり、それで行こう。ねえ、私ハンカチ落としちゃったみたい。京子、ちょっと貸して。いいよ。亮は遠い昔を思い出していた。走馬灯のように寮の中で記憶の断片がよみがえり、くるくると回った。
明るくなるのを待って亮は走った。人間の100万倍の嗅覚がクミの匂いを嗅ぎ取っていた。その匂いを追って亮は走った。思いがけぬ久美との再会、そして別れであった。あたし次の駅で降りる。どうして？あの犬亮なの？分かんない。泊まるんならさ、うちの別荘使っていいよ。
おばさんに鍵もらって。ご乗車ありがとうございます。でもペンションかどうか止まる。対応済みです。トラさんを忘れ物ございませんようご注意ください。お出口は左側になります。間違いなく野犬集団のボスだよ。うちの牧場を襲った時、ボス犬が私に戦いを挑んできた。その時間近に見たんだが、首には鉗札がついていたし、あなたが言ったようなペンダントを下げていたよ。秋田犬で2歳になるやならずの若い犬だったよ。その野犬にはどこへ行けばあるんでしょうか。権現岳と網笠岳の中間にある岩場に住んでるらしい。白く輝いてるのが権現岳だ。今からじゃ無理だよ。それにどんな訳があってその犬を探してるのか知らないが、奴は凶暴だよ。人間を憎んでる。犬の社会は厳しい階級社会である。まず第一が性別である。オスはメスより優位に立つ。第二に年齢で、たとえ一日でも先に生まれた犬が上に立つ。第三に気性、第四に才能、第五に体力と言われる。だが野犬集団のように毎日毎日が生活の戦いである場合、気性才能が優先する。黒は領を拾い我が子として育てた。自分たちの王国を継ぐ後継者として領を教育した。黒が驚くほど領は天性ボスの資質を備えていた。だが黒は恐れていた。領はいつか人間の世界へ戻っていくのではないかと。お前の宝物だろうと黒は言った。首輪といいハンカチといい、寮の宝物は皆人間の匂いがした。黒にはそれが心配であった。母を失った幼い日、寮は東京へ帰ろうと決心した。南アルプス山中を歩いた。クミと会ったことで帰巣本能が寮によみがえっていた。だが東京へ、クミのもとへ帰りたくとも寮は帰れなかった。その日から寮は人間を憎んだ。寮を拾い王者になれと教えた育ての父を殺し、父の王国を潰した敵を憎んだ。戦いの日々の中で寮が久美や東京の家を思い出すことはなかった。寮には父が託した仲間たちがいた。その仲間たちを見捨てることはできなかった。あの野犬は寮だった。
だから私を襲わなかった。犬は愛する者の匂いを忘れないという。亮が生きているのならどうしても会いたい。極端な近視である犬は100メートルが物を見る限度だと言われる。今亮に別荘地の姿は見えなかった。だが亮は嗅覚で別荘地の近いことを知っていた。この鳥は庭を作って花を飾り家を大切にするんです。みんな家が基本なんですね。だからステップしなきゃ。住友の仲介ステップ、直営ネットワークであなたの住み替えをお手伝い。大吉ありますように。大吉、意味のないあなた、待ち人はすぐそこに。なんちゃって。どうだった？まさか、何？まさか何？ほら、なんだもう、だいご。あなたのニキビ、お薬で治してる？お薬のクレアラシル。毎日の洗顔やニキビの予防にはクレアラシルソープね。ここまでは住友不動産グループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。一度だけ行ってみよう、あの場所へ。Yeah!
クミたちはもうここへは帰ってこないのだとリョウは思った。これが犬の最大級の愛情表現である。殺してくれ、殺してもいい、あなたに殺されるなら喜んで死んでいく、それを態度で表しているのだ。命を懸けて愛した人にしか犬はこの姿勢を見せない。お母さんもマサトもね、待ってるよ。そうだ、駅から電話しよう。りょう、りょう、東京へ帰ろうね。りょうは仲間たちに気づいた。最高。会えればそれでよかった。リョウは育ての母と仲間のもとへ帰らなければいけなかった。そうですか、亮は八ヶ岳にいたんですか。ええ、電話だったので詳しいことはわからないんですけど、野犬の群れに入って生きてたらしいの。でもどうして久美ちゃんに会いながらまたいなくなっちゃったんですかね。ええ、久美はもう一日八ヶ岳に残ってみる、亮はきっと戻ってくるって言うんですけど。それで亮はペンダントを持っていたんですね。ええ、ナナの首輪をしてペンダントを持っていたって。ナナの執念が寮に受け継がれた、そんな気がするわ。
江藤さんの執念ですよ。江藤さんの執念が奈々を動かし、亮を動かした。奥さん、僕もこれから八ヶ岳へ行きます。今夜これから？ええ、車で行けばすぐですから。何、今事件も抱えてませんし、警察の方へは風邪でもひいたことにしておきます。ねえ河合さん、正人と私も連れ合ってもらえないかしら。甘ったれだった亮が一人で生きてきた、その山を見たいんです。いえ、マサトにも見せてやりたいんです。江藤が生きていたらきっとそうしたと思います。犬は人間よりずっと短い一生を懸命に生きる、その生き様を子供たちに見習ってほしい、それが江藤の口癖でした。マサト、行こう八ヶ岳。亮がどんな思いで生きてきたか雅人にも知ってもらいたいの。ねえ雅人、お母さんが言うんじゃないわ、お父さん。お父さんが雅人にそうしなさいって。よし、そうしよう。なあ雅人君、一緒に行こう。じゃあ車借りてきます。お願いします。俺は犬を飼うことによって久宮正人に、なんていうかな、生きているものは必ず別れる、その別れの辛さを知ってほしかったんだ。今の子供たちはおじいちゃんやおばあちゃんとも別々に暮らして、死に目にも合わない。別れを知らずに大きくなっていくんだ。犬は人間よりずっと短い一生を得る、その間を懸命に生きていくんだ。久宮正人に生きていることの大事さ、死というものの意味をきっと教えてくれると思うんだ。黒は寮に戦いを挑んでいた。原則として犬はオスとメスとでは戦わない。しかし例外はある。黒は寮の母親であった。野犬たちも例外として認めていた。寮は黒と戦っても勝てないことを知っていた。心情的に勝てないのだ。寮を拾い、我が子以上に可愛がり育ててくれた黒であった。負けるしかないと亮は思った。争いに敗れたボスは仲間を離れ山を降りるしかなかった。それが野犬の掟であった。黒の気持ちが寮には分かっていた。早く山を降りろ、黒はそう言っていた。お前には行くところがあるんだろう、こうしなければ仲間を捨てられないんだろう。
この草原で寮に会ったのね。うん、私に飛びついて。この山で1年間野犬集団のボスか、寮がね。役場からのお知らせです。本日八ヶ岳一帯は野犬の捕獲のため山への立ち入りが禁止されております。お母さん、寮はどうなるの？旅行者の方もとにかく注意するように言ってきます。お願いします。走らないでください。八ヶ岳一帯は野犬の捕獲のため山への立ち入りが禁止されております。住民の方も旅行者の方も危険ですから絶対に立ち入らないでください。寮は大勢の人間と走る車と武器の匂いを嗅いだ。人間の4倍の聴覚は坂道を登るエンジン音を聞き取っていた。100万倍の嗅覚でレーダーのように敵の配置を探った。野犬はここにいるぞと寮は敵に教えていた。クロたちを無事に逃がすには寮が敵を引きつけるしかなかった。どうなの河合さん？ダメです、遅すぎました。もう中止できないそうです。は権現岳の稜線に出ているはずであった。逃げ切れるだろう、きっと。敵は稜だけに包囲網を縮めているはずであった。
この沢を下れば小淵沢へ出るはずであった。この沢なら猟犬たちも追えない。いや、たとえ追っても川の流れが猟の匂いを消してくれるはずであった。追跡を振り切るにはこの沢を下るしかなかった。来なかったわね、亮は。結局野犬の捕獲は失敗だったってハンター連中は言ってましたよ。亮は仲間を引き連れてどっかへ移ってったんじゃないですかね。そうね、きっとそうね。亮、生きているのよ。生きてればいつかきっと会える。野犬の群れから離れ、再び久美のもとへひた走る亮。久美は大菩薩峠の山中に亮を探し求めるが、麻薬組織の手に捕らわれる。犬は愛する者のために死ぬ。久美が危ない。走れ太陽の犬。